SNS でお金配りをしてる人を見かけることがあるんですがもし反社会勢力の関係者に当たったらそのお金ってそっちに流れるんですよねそういうのって暴力団の資金源になったと判定されたりしないでしょうかするんじゃないですかだからお金配りしてる人って僕基本的にバカだと思ってますそのお金配りってディスったんですけどあの物配るのは全然いいと思うんですよ そのな,な,のなんか、じゃあ、その子供がスイッチ欲しいです。じゃあ、スイッチあげます。子供喜ぶ。いいじゃないですか。で、お金配るとかって、あの、いくらでも嘘つけるんですよね。で、あの、お金渡しちゃいけない人にもお金渡せちゃうんですよ。要は、そのヤクザとかってお金渡しちゃいけないですか。で、今はやってないと思うんですけど、昔個人口座から送ってたっぽいんですよね。某お金配りの人って。 でそれってその個人口座から暴力団員にお金が渡ったっていう証拠ができちゃうとあの会社取引とかの時にめっちゃトラブルになる可能性があるんですよね。なのでそういうリスクを感じないのとあと結局どんな人が本当にお金もらってるのか分かんないっていうので要は勝手に思い込んでなんかそのこういう人なんだろうっていうのでみんないくらでもつをつけるんですよ。 では、あの、なんか、適当に、じゃあ、なんか、あの、子供の夢のためにこんなことやってますっていう、適当な嘘書いて、で、なんか、それで、こう、なんか、あの、なんか、DM 送ったら、じゃあ、100万円みたいな、っていう感じで、なんか、いくらでも嘘をつけるのにお金を渡しちゃうっていうのって、嘘つきが得をする社会を作っちゃうと思うので、なので、あんまりよろしくないと思うんですよね。 で、なんか本当に授業やってますっていう人に、じゃあ投資をしますとか、じゃあ本当にじゃあその子供にためになんかおもちゃ配ってますだったら、じゃあおもちゃあげればいいじゃんと。で、その嘘ついておもちゃもらってもしょうがないじゃないですか。<laughs> っていうのがあるので、なのでなんかあんまりこう効率的じゃないんじゃないかなと思ってますけど、はい。 えー、アドバイス参考に仕事頑張ります。そこれで話が変わるのですが、最近 TikTok でお金や天城不当をばらまく自称富裕層が出現しています。果たして彼ら本当に富裕層なのでしょうか仮にお金持ちだとしてもばらまくことは何のメリットがあるのでしょうかトリックをご存知でしたらぜひお見せできないです。えっと、お金ばらまきますって言って、誰にもあげない。でもしくはあの知り合いとか、あの桜のアカウントにあの送っといて、まあ送らなくていいんですけど、当選しましたって言ってもらって、あ,のあたかも配ってるかのように見せるっていうのをやると、あのフォロワー増えるんですよね。 なのであのフォロワー増やすときにお金配りますって言うと、まあ、あのお金欲しい人があの日本人とかでもなんか1000万人ぐらい集まるらしいじゃないですか、どうせもらえないのに。っていう感じで、あのお金配りますって言って人を集めるっていうのは、割とそのあのやってる人が多いんですよね。で、それで別にあのお金払ってるかどうかっていうのはちゃんと厳密には調べられないので、で本来であれば、日本ってあのその抽選ですとかって言った場合って、一応法律上に、その。 あの抽選で人なんかこれ当たりますよって言った場合って法律があるんですけどそこをあの微妙にかいくぐってあの脱法的な形でお金配りますよって言ってフォロワーが詰めてたりっていうのがあったりするのでどうかとは思うんですけどただ成功例としては日本でもあるのでなのでもし TikTok とか YouTube とか Twitter とかで増やしたいんだったらあのその脱法行為をやってる人の真似をすればいいんじゃないかなと思います。